ヘンリー軍の人口ピラミッドヘンリー軍はアメリカ合衆国オハイオ州にある軍。2005年の推定人口は29,453人で、軍長所在地はナポレオンである。軍名は自由を与えよ。力ずんば死をの名言で知られるバージニア州出身の政治家パトリック・ヘンリーにちなんで名付けられた。ヘンリー軍は1820年4月1日に、 組織された。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1088平方キロメートルである。このうち1079平方キロメートルが陸地で、9平方キロメートルが水地域である。総面積の0.83%が水地域となっている。二千年現在の国勢調査で、この軍は九千二百十人、百三十五世帯、 および7960家族が暮らしている。人口密度は27平方キロメートルで11平方キロメートルの平均的な密度に11622件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人95.33%、アフリカン・アメリカン0.58%、先住民0.26%、アジア系0.42%、 その他の人種2.56%及びパ欠0.85%で人口の5.40%がヒスパニックまたはラテン系である。人口のうち94.3%が英語、3.7%がスペイン語、1.7%がドイツ語を母語としている。百三十五世帯のうちーセントは十八歳未満の子供と暮らしており、 61.10%は夫婦で生活している。8.10%は未婚の女性が接待種であり、27.20%は家族以外の住人と同居している。23.50%は独身の居住者が住んでおり、10.40%は65歳以上で独居である。1世帯あたりの平均人数は2.62人であり、 家庭の場合は3.10人である。軍内の住民は27.60%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.20%、25歳以上44歳以下が28.10%、45歳以上64歳以下が22.10%、および65歳以上が14.00%にわたっている。 中央値年齢は36歳である。女性100人ごとに対して男性は97.60にみて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.60にいる。この軍の世帯ごとの平均的な収入は42,657ベ米ドルであり、家族ごとでは49,881ベ米ドルである。男性の万五千九百一米ドルに対して、 女性は24,076ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は18,667ベイドルである。人口の7.00%及び家族の5.30%は貧困線以下である。18歳未満の9.90%及び65歳以上の4.20%は貧困線以下の生活を送っている。 ヘンリー軍のコミュニティ及び軍区。都市村軍区非法人化コミュニティ。オハイオ州の軍のプロフィール。ヘンリー軍。オハイオ州開発局。2007年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月22日閲覧。オハイオ州ヘンリー軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年11月22日閲覧。ヘンリー軍のデータ。 オハイオ州立大学公開データセンター。2008年11月22日閲覧。アメリカ合衆国国勢調査局。2008年11月22日閲覧。ありがとうございます。